やろうってかわいいやだ審査虫眼鏡だ。ゆめまるさんがおりませんね。はい、まあ、それもそのはず、彼には嘘の集合時間を言って、今回ね、僕たちだけで早めに集まっております。はい、今回なんですね、ゆめまるさんに隠れてこっそり企画をやりたいなと思いまして、ゆめまるもね、ああ見えて人ですので一日の間にずっと人だよ、球体だと思ってた。まあ、人間らしい行動をね、まあ普通にするわけですよ、生きていく中で、はい、癖のようにね、よくやることだったりやらないことだったりいろいろありますけど、その中でね、1日1回ぐらいやるだろうなってことがやっぱりいっぱいあるじゃないですか、うん、それぞれみんなね、はい、で今回はゆめまるのそれを当てようというクイズでして、はい、ゆめまるがこう撮影日の間に1回だけやりそうなことをそれぞれ予想しまして、はい、バレないようにカウントしておいて、見事1回だけゆめまるがやったらその人の勝ちというね、はい、ゲームなんですけど、なるほど、非常に簡単なゲームですのでね、はい、こちら一番大きく外してしまった人にはですね、非常にきつい罰ゲームが待っております。そうだったの。はい、朝も早くからね、入り任せたと一任されたのでね、任させてもらいますよ。おう、激おも罰ゲームがあると言ってしまおう。すごいなぁ、どうなった、入りを任せるとこうなるかもしれないな。やめてよ、もうちゃんと考えた人がさ、喋ろ。もう何かわからんこのまま言ってしまったぜ。どうやって周りにバレずにカウントするかって話なんですけど、今回ですね、イクト君が一日中つきっきりで情熱大陸のふりをしてカメラを持ってもらいました。ちょっと待って、なんだ情熱大陸か、じゃあいいかって警戒しなよ。最終的にはそこになるんですけど、まあ、そんなすんなりいかないと思うんで、イクトはどれだけ頑張って信じ込ませるかっていうところは嫌です。嫌じゃないよ、嫌じゃないよ、仕事だやんないと、とても怖い。怖い、何怖いって、怖くないでしょ、情熱大陸大丈夫なのかな。素の時の夢丸先輩怖いっすよ。なんか行くと夢丸は妙に怖がってるね。怖がるだけで、まあちゃんとしてればいいんですけどね、ふざけたことやると怒られる。何があったの。別に何もないですよ。ちょ、じゃあ一日頑張ります。これ映像結構大事なんで頼みますから、はい、じゃあそれぞれちょっと発表していきましょうか。その前にちょっと質問いいですか。はい、その一番大きく外した人っておっしゃいましたけど、まあ1回が目標じゃないですか。だったらさ、こうゼロってさ、ゲームしなくて済むんじゃないかなって思ったんですよ。いや、ちょっとね、ゼロは正直簡単じゃないですか。はい、そしたら、まあ、本人に聞いて一番やらんわそれはって言われた人は罰ゲーム。ああ、なるほどね。もちろん罰ゲームがあるとは本人には言わずにね。予想を発表していきましょう。はい、りょうさんから。はい、これやるの、ゆめまるだけだなっていうのがあるんですよ。おお、メンバー内で中指を立てる。いやー、ゆめてんな、結構。これ実はゆめまるたまにやるし、ゆめまるしかやらないんだよ。確かに、ゆめ虫ぐらいだな。うん、そうだね。うわー、やるか。中指結構ハードじゃない。いやー、やらないかな。1位ったら気持ちいいよね。じゃあ次僕。はい、ゆめまるはね、非常にうんちの回数が多いことに有名なんですけど、それゆえに1回なんじゃないかなっていうのが、トイレに行ってしょんべんだけして帰ってくること。そんなこと、ゼロ回です。ゼロ回ないんだ。普通さ、1、2回は当然あるぐらいのことやん。それはあるって普通に。お前、それはいい数字になるだろう。結構うんちまんだからね。まあうんちまんだけど。じゃあ、むしさん。いや、僕はその夢丸のね、その動物的な可愛さというか、まあ、あのフォルムですから、やっぱ、ああ可愛いなっていうところをちょっと聞いてみたいなと思ってですね、生尻をこう生尻を考えてる。なるほどね。じゃあ、しろい夢丸はね、コントし始めがちなんですよね。うん、俺かな、俺だけなのかな、よく見るコント、うさんくさい意識高い人のコント。ああ、もうやってるよ、ね、これをやり始めるんじゃないかな、カメラの前だからね。いや、最近それかな、最近シュプリームなんじゃない。あるないとかあるのか ねカメラ、密着カメラがついてるから、情熱大陸っていうのが意識高い系につながる可能性は。シュープだったら俺らが、ね、自然とやっちゃうかもしれない。で、我々は今回そのパスを出さないようにしてるんですよね。じゃあ最後、はい、僕も結構夢丸のなんか一個好きな、なんかリアクションがあって、何か起こったり、あいつをなんか感じた時に、っていうこの声、まあ、あるけど、結構夢丸独特かなと思うんで、気持ちいいかなと思ったんで、唐突にあるもんね。唐突に、はい、ちょっと以上ここで揃いました。はい、早速ね、もう夢丸来ちゃうんで、密着カメラ指導してもらって、もうあとは俺らひたすら待つのみ。はい、明日の最後に締めを取りましょう。はい、それでは待つぞー。
密着お疲れ様でした。お疲れ様でした。あれですよね、情熱大陸、情熱大陸ってずっと言われ続けたやつですよね。そうです、情熱大陸が終わった。でももう普通に過ごせって言われて、ちょっとカメラを気にしちゃうよね、やっぱどうしても。さすがに、ね、一応ね、はい、撮りっぱなしで終わったら気持ち悪いだろうということで。めちゃくちゃ気持ち悪いですよ。動画出ないでしょ。動画NHK でやっぱね。それな、本当に夢丸、情熱大陸は NHK じゃない。あ、そうだ。仕事の流儀とかそういうのがな。なんというまともなんですか。もう映像が出来上がってますので、はい、映像ってあんなに撮って、僕らもちょっと見るの楽しみです。はい、うん、こんな莫大な素材があって、お前すごいな。すごい大変でした。夢丸さんの情熱大陸見てみましょう。お、あ、おはようございます。なんだこれは。情熱大陸です。え、ちょっと今日は1日密着させてもらってもいいですか。おー、全然全然。俺に夢丸先輩です。なんで夢丸先輩の情熱大陸。ほう、別なんもないぞ、普通に過ごすだけだけど。はい、それをちょっと撮らせてもらうから。おー、ほう、今日はお願いします。え、何それ、テンション。カメラマンなんでこれぐらいのテンションかな。まあ、自由にしてください。はい、お願いします。勝手にやってください。お願いします。これ何これ。情熱大陸だって。めちゃくちゃうざいんだけど。どっちこれ。サブメインどっち。情熱大陸。誰君自分個人。え？あ、情熱大陸です。いやマジでわからんわ、テンション感が。テンション感がわからん。じゃあ歯だけ磨かせてもらいます。いつも来た時磨いてるんですか。いや磨いてないよ。今日たまたま、今日たまたま、ああ東京往復してたもんね。300キロぐらい行きました。いや人外だよな、あそこの土佐。木やばすぎた。そうそうそう、あ、ここ行ったんだ。あれ、なんで、やばこしい。え、ほんと素でやってんの。これ関係ないもんね。え、夢丸は今何でダメだ。なんかこう、俺にメイン取ってないんだよ、情熱大陸って言われてるのに。いや、これ本当に夢丸のメインで取って。ここは出ちゃうややこしいことしてたから。そう、たまたま。いや、いや、そう、あの、こっちが勝手に踊れてるだけ。あ、そうなんだ。すごいよ。おー、すごい今踊れてる。すごい、びっくりした。気にしなくていい。はい、じゃあ続き。俺が止まったところに通るじゃん。ここに正直にやるね。リアル出てるんだよ。メイビーしたいものってそもそもあるわけやってる。お金を払ってもらうからね。大陸でメイクのあんまり良かったないか。まあ100円でできるならするだろう。男で行くからね。そうですね。だってこの場で払うわけじゃない。まあ、それですよ。自分が万引きやったら果たしてバレるのかバレないのか分かんないの。確かに。万引きとどういうか不どういうか芝居の人分かんないし。いや、確かに。この人は泥棒の天才なんだ。万引きはしたことないんだよ。万引きではないのか。あ、トッピングするのにバッチリだ。あ、まあそうだね。まあ、そういう思いで感じた。トイレでした。トイレで何してました。ションベンだよ。あ、なるほど。これはステッカー、ステッカー貼ってます。恥ずかしいことしないわけじゃないけど恥ずかしい。なんか見られてるね、だから日常って感じですね。ステッカー貼りね。何貼ったんですか。チェンジアップ。ギリ、ギリ。そこにも書いてなんか。トイレやばっ。お、あ、入った。ごめん、いいよ。うん、いやー、これどうなるな。うんちっすか。で、おしっこで。あー、出ないからね。うん、なんか最近ね、食生活が良くて。あ、そうなんですか。うん、荷物持ってった方が無難かもしれない。
無難で、カーペットキャンセルあんまり待ち時間が長かったら、うん、新しいこっちの誰かが新しい時に送って見てください、うん、あと買うの選択肢とかでまあ、そうか寂しくなってんじゃねえよ寂しいわあと全然喋りかけてくれんくなるそんなことないよいつも通りなって思いじゃんゆめまるこそなんかいつもより無口じゃない逆にいやそうなんだよなんかちょっと変に緊張してる逆になんかね何もないからこれ生配信じゃないからいや、よくないよおわおちょ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 わあ、グレイト！すげえな。昨日の帰りさ、ずっとポッキーしてた。これってアウトなんかな？ダメなんかね。アウトだよ。アウトだよ。アウトだよ。ダメだ。乗るかな、誰か。逆にこれどうなるのかめっちゃ気になるわ。なんなんだろう。お待たせしました。おなら。あ、う、あ、ん。くそあいつ。まずい匂いだ。でも今日一回もしないですね。うん、もしてないな。ですね。便秘なのかもしれん。便秘か食生活いい改めたから下痢にならんくなった。うん。なんだろうなこれ。なんか考えよう。あれなんじゃない？ちょっとうんこしまくるからさ、俺が。はい。うんこ行った回数クイズみたいなさ。そんなんなんじゃない？そんなことはねえか。やばい。マジか。しかしてない俺。うわあ。やばい。もう俺と丸やばい。もう痛い。痛い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 。膀胱がパッパ。本当にすごい。じゃあお題を言います。はい。立憲チームじゃあ、はい、じゃあお題を言います。やんやんしようよ。あああああああ意外とくっせ衝撃せいや、まあ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 コーヒー飲んだじゃん。いや、濃いな。そこに使うのやっぱ無視でどこがやるの。普通見てて。うわ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 う終わりました。え、何だったの。いや、本当に情熱大陸です。え、もうこのカメラは今日で終わりです。お疲れ様です。お疲れ。ありがとうございました。じゃあね。お疲れ様です。お疲れ。終わり。本当に終わりなんだね。はい、ありがとうございます。なんか最後来るかと思って気ぃつく、なんかえどういう感情でいればいいの。え、いいの。はい、閉めちゃう。え、いい、本当に大丈夫です。大丈夫です。お疲れ様です。お疲れ。ありがとうございました。拍手を映りそう。なるほどね。何があった。いい、教えちゃいますか。実は、情熱大陸じゃありませんでした。でっでぇー。嘘、ドクパチなんてね。やったりしてた。舐めてる。舐めてるの。まだ分かってるよ。今回の企画ですけども、夢丸が1日の中で1回だけやることを当てようというクイズがございました。はぁ、あ、今の映像がその答え合わせたわけです、うん、なるほど、うん、夢丸の時間はもう終わりです。ああ、終わりなんだ。今からはこう我々のこっちの編集者のイクト君に聞いてみましょうかね、うん、はい。じゃあ発表順でいくわ、うん、僕が予想した夢丸くんの1日で1回だけする行動なんですけど、はい、中指を立てるでした確かに やるけどた、ね、たまに大体ね、あの1日1本だから、ね、1日1本立ってないって1日1本立ってないよ。立ってないよ1日1本中指で、ゆめまるはいや、ゼロですよ。ゼロなのやってないです、やってないです。酒とかがあったら変わってるもんね。そうね、まあ、かもね酒あったら8本ぐらい出ちゃいました1回じゃないもん。じゃあ続いて僕ですね。僕が予想したのは、うさんくさいやつのコントを始める。ビジネスの、そう、ビジネスの人やるじゃん急に。俺にだけかな、でも
この日はシュプリームだけ。そう、シュプリームだけなんだ。なんで今旬来てんのあれ。どうしてんの。その話してたもんね。してた。としみつが今はシュプリームだよって言ってたんだ、うん、やりすぎちゃうかもみたいな、ね、うん、いや本当にあれ不意に始まって俺も一番びっくりした。急にパッて見たらめっちゃ深く見たえって思って、あの嬉しそうな顔いる、ね、今からやるぞ見てーの顔。顔今から良かったよ。あれめっちゃ長かったのよ。なんかとしみつが気づくまでめっちゃ長くつってりすぎた。そうあもう やりきらなきゃいかんなと思って密着みたいについてなかったらあやめようって言うけど、ずっとこっちは撮ってるの分かってるから粘ったんだ。もう やりきっちゃう。で、あまりにも気づかないからこうやって肩トントンって。確かに俺こうじゃねえよ、こいつやられたわ。誘ったんだ。そうですね。無言でこうやってやられてみたらシュプリームの店員いたんだ。続いて僕ですね、はい、トイレに行ったにもかかわらずションベンだけして出てくる回数が俺結構してるじゃん。そう今回多かったの、うん、ちょっとあれだよね、撮影と関わってるからさ、それがちょっとあったかもしれない、ね。まあ、シャバ出てしてるのは違うよね、うん、トイレね。今回は全部おしっこでした。これは、俺もレアすぎない。これはレアですね。回数はでも3ですね。そうか、意外とトイレ行く回数も少なかったから俺もびっくりした。まあ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 普段で言うと多分全部うんちが含まれててワンチャン1って思ったんだけど、まさか一番外れるパターン。普通の人間の妥当な回数なんですね。普通なんですね。続いて目さん。で、僕はですね、夢丸がダイレクトにケツをかく回数なんです。はぁ、あ、ちょっと1個怪しいなって。で、1個そう、すごい怪しいと思って、なんでお前裏に回れねえんだよと思ったんですけど、あってありましたよね。ありました、1回ありました。あれは書いてるんですけど、はい、カメラ的にちょっと撮れなくて、あぁ、あの、まあ、100円でできんだからするだろう。どこまでいくかね。そうだよね。動画で見てから撮ってたんで、そこまで反応ができなかったんですけど、あれは書いてます。パンツの中で書いてます。おぉ、まず生ケツっていう条件、ね、生ケツで書いてます。すごい、覚えてない。しっかりすごい、すっごいさ、それを夢丸でやれよっていう角度でケツ書いてる人いませんでした。夢丸先輩を撮ってたらカメラの目の前を尻かきながら撮ってた。え、これやりかしよお前。右尻と左尻一気に軽くなる。贅沢だね。ここで1対5。でもすごい、これはすごい。これは僕はもう回避確定ですね。いや、大優勝。うん、じゃあ最後、トシミツ。はい、俺は、ゆまるが一日の中で何かしらで、うん、あーって言うっていう。あーこれもあるんだよね。あるよね。あ、これ判定してほしいんですけど、そう、声のボリュームがちょっとみんなで判定してほしいんです、まあ、最後の、いやいやしようよ。あーあーあーうわちょっと低いっすよね、ボリューム。低いよね、ちょっと低いっすよね。意味合いが違うという意味合いが、ニュアンスが違うね。シチュエーションとか、例えば俺無意味にやると思って、何かしらの準備とかで手詰まって、もうなんかめんどくさすぎてあーってとか、だから何、そう、何かしら出ないんだよ。それで言うと、このあーは言われ的には、まあ、でも同ペイトになるんじゃないっすか。おーおー、無意味になると、うん、1。おー、まあ、なんかかけらぐらいのやつ。まあまあ、でもちゃんとね、わーとか出てましたもん。はい、ということで、はい、ここは1100003ですね。ということでですね、一番外してしまった人にはドベという称号を与えられてしまうんですけど、0が2人いる、そして僕も3という数字になってしまう、うん、はい、誰が一番これ違うと言えるのかは夢丸さんに決めていただくということになってしまう。あ、はい、1から遠すぎるなっていうのが誰なのかな。もう俺が決めるんですか。これ夢丸さんで俺なんだ。仲いいセミナーおしっこだ。はい、決まりました。はい、はい、一番遠かった人はりょうくんです。うわー、おー、中指、中指かー、はい、中指かな、中指かー。なんか中指はそんなに立てん。セミナー頻度と中指頻度は全然違う。全然違う。なんならあの東京にこの間行ってた時、千葉より俺セミナーの人やってたんだ。結構ずっとふざけてたから、まあこれ結構やるなっていうので、うん、まあおしっこはワンチャンあるかな、まあ、一番遠いかなっていうので、まありょうくんかな。まあ、ということで、ドベになってしまったりょうさんには、なんと激重罰ゲームです。これすごい激重なの。すごいよね。すごくない。夢丸がちょっと2多いかなと思って言わなかったけど、激重罰ゲームだったんですよ。ネタ誰のだっけ。はい、朝も早くからりょうが入りやっていいよって言ってきたから、うん、ああいいや、やってやらんちゃんって非常に激重罰ゲームですって言ったら、りょうに帰ってった。まさかのね。危ねえ、怖かった今。
これね、どうやって決めましょう。おい激重会の中ではちょっと弱めでいくと1週間タバコ食うとかなっちゃいますか。夢丸の昔の中だって。マジで激重会っていう世界何。激重会はもうね、ファラオとタバコ君とふんどしが滑る世界です、うん、あの世界の中で1週間っていうのはまあ軽い刑罰に当たりますんでね。そっか、タバコ君は1ヶ月だったっけ。1ヶ月ですね、うん、でもそれが激重だとしたら1週間重くなくね。おお。激重会も軽いよ。いや、お前が激重とか言うからだよ。だって入り任せるよ。もう3番じゃあ2週間2週間タバコかふんどし選んでいいよとかね。このタイミングで言うべきか分かんないですけど、罰ゲーム回避持ってるんですよね僕。持ってるわ。めっちゃ持ってるわこの人。使ったらどっかに行くんじゃないのこれ。の参加してる人の中で自分以外に移るんじゃん。多分その4人で争ったら1人消えて残りの3人で争うことになるとかだった気がする。その場合あのじゃあ夢丸以外で、うん、優勝した僕たちも参加っていうことになっちゃう。はあ、会見めちゃくちゃ戦争起こすじゃん。いやすごい喧嘩だよ。やばすごい喧嘩だぞ。ここで来たか。1週間ふんどしならばまあギリ使ってもいいかな。あ、じゃあタバコ組んでいいんじゃないか。タバコ組んでいい気がするな。200万で買った徹夜の剣も控えてるし、なんかいっぱい持ってるからもうどっかで使っちゃいたいなってずっと思ってる。ずっと思ってる。もう桃鉄の勝ち分、勝ち分打ちだよね。カードパンパンで強いやつで。なので本意ではないですけど、まあ仕方がない、ここで使います。2週間ふんどしを罰ゲーム回避券で回避します。ふんどしバディが全員こっち見てる。見ないでくださいよ、こんな恥ずかしい。今送り迎えやったら、うん、パンパンやってる。虫さんは1ヶ月やってんだよ。またなるかもしれない。この感じがしない。まずい。じゃんけんをして負けた人はなんと2週間運動しになりました。大変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 。すごい。ワイセツーズ陳列隊に当たる可能性がある。やっか。くそ、やろうじゃん。いや申し訳ないな、緊張するわ。やろうじゃん。やるしかないな。神様がいるのであれば、くだらないこと言った哲也に当たるはず。信じるぞ神。ああ俺じゃない。あー頼む。やってみろよ。行くぞ。最初はグー、チャゲパイ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 。あーお返しします。お返し。お前運を差し上げます。お前が入れ、俺にやれって言うから。朝っぱらから。やったー。普通に言い出しっぺ適用パターンか。おー、こんなことから出てくれたなんて。確かに。ということでね、りょうさんのネタだったわけですけども、入りやってよって言われたから、このやろうと思って適当に激おもしろしかありますとか言っちゃって、そしたらりょうがドベなんて頼むよって思ってたらね、なんと僕に帰ってきました。因果応報という言葉がね、ありますのでね、人に優しく接することにしましょう。この動画さ、結果夢丸の影めっちゃ薄くなっちゃった。影ないんだよ。マジで普通に過ごして普通に過ごして答え合わせして、夢丸の部分カットしていいぜ。回数これでした。どん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 出してほしいわ。街中で僕を見かけたら優しくしてください。また近いところでお会いしましょう。さよなら。